お化け屋敷でボケましょう。お化け屋敷であれば店員さんでもお客さんでも構いませんね、一言でボケてください。さあできた人、はい、門脇、はい、門脇のお化け屋敷でボケましょう。どうぞ。怖いな。キャー、パパ会社は。どんなお化け屋敷やお前。パパが働いてたっていう。なんじゃ。さおか、木下、はい、木下のお化け屋敷でボケましょう。どうぞ。もう激おこスティックファイナリアティブンブンドリーム。どういう何やお前それ。どんな怒り方してんねん。もう言うてる間にびっくりしてないやろ。もうこんな長文言うてたら。はい、次ヨギ、はい、ヨギのお化け屋敷でボケましょう。どうぞ。よーいどん。死に見つめてやないかお前。なあ、お化け屋敷も何にも関係あれへん。はい、次行こう。小谷、お化け屋敷でボケましょう。どうぞ。カップルでお化け屋敷、羨ましい。恨めしや。恨めしややろ。やや受け。やや受け。はい、次山本ひとみ、はい、山本瞳のお化け屋敷でボケましょう。どうぞ。ウルトラソウル。何がやねん。なあ、お前にその設定を守る概念ないんか。すっごい見てくれ。いける？はい、渡辺のお化け屋敷でボケましょう。どうぞ。キャー、そう、一目惚れ大好き。好きなれへんやろ、お化けのこんな顔して出てきてたら。だってこれボケましょうですから。いや、そやけど。いや、違う違う。まあ、俺も説明であるやんか、これは。はい、ああ一緒に戻ろう。